でね、あのね、恋しよう言葉あるんで、こう言葉の重いしが、今日は綺麗な声の話をします。世の中には心の綺麗な人と心の汚い人がいます。林先生のように心の綺麗な人がいます。でも世の中には心の汚い人もいます。同じように声にも綺麗な声と汚い声とあります。綺麗な声はこういう声です。お口を大きく開いて、あーさん、はい、あー、お、最初からそんなに綺麗に出れば素晴らしいですね。ちょっと鼻水が出ますからごめんなさいね。あー、その時にお口を小さくしてるといい声が出ません。これはよくありません。では大きい口を開いていってください。あー、では友達に来てもらいました。サンタクロースのトナカイさん、はい。2番目に来たのはケロちゃんです、はい。3番目はドラえもん、4番目に来たのはなんとサンタさん、前島くんでした。みんながいい声を出します。あーあー、そうそう、いい、歌ってもらいます。カラカゴちゃん歌える？文字教師よかったね、ね、うまいね。歌える？よし、歌ってね。じゃあみんな歌います。誰も手叩いてくれない？さあ、僕は黙ってるからな、いいか。歌ってないよな。上手だったね。みんな歌えるの？歌えるよ。あとで歌ってもらいましょう。やだ。みんなそんなで、綺麗な声。今日は汚い声はなし。アヒルのアさん、はい。アヒルのア、まだちょっとなんか、ヒルのエって聞こえましたですね。じゃあいくよ。アヒルのアさん、はい。アヒルのア、イルカのイ、イルカのイ。今の綺麗ですね。その声でやってくださいよ。もう一回いきますよ。イルカのイ、イルカのイ、谷さん綺麗だ。ウサギのウ、ウサギのウ、絵の具のエ、絵の具のエ、お口を動かして、絵の具のエさん、はい、絵の具のエ、折り紙のオ、折り紙のオ。まあ本当にこのクラスの人みんな綺麗です。初めてです、このあの教室。今週ね、ずっと歌われていたんですけど、こんな綺麗な子さんが揃ったのは合唱団ができそうですね。先生の夢が一つあるんだけどね、まだ実現してませんけども、幼児の子供たち集めてね、合唱団を作りたかったの、ずっと。まあなかなか難しいですけどね、時間がないので。アヒルのアー、アヒルのアー、いい、アー、確かな、アー、アじゃあ歌える？あーあーさん、はい。あーあー、君たちが歌うとね、心が洗われる。
いい。アメージングレースしてたの。うん。あ、そう。知らない。知ってる。アメージングレース、How sweet the sound。The saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. アメージングレース知ってるんだって。うん。I, アヒルの。アヒルの。イルカのイ。イルカのイ。ウサギのウ。ウサギのウ。絵の具の絵。絵の具の絵。折り紙の。折り紙の。ドレミファソラシドさん、はい。ドレミファソラシドノシラソファミレドさん、はい、ノシラソファミレドアでやってみようかさん、はい、あー反対にあーそれを長くしたのはイーさん、はい、イー今度は反対にやるとクリスマスの歌になります。ララ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 ラ、そうか、どうしらでもできるんだな。じゃあやってみるか。どしらソファミレド、タラララララ。そしてもうすぐ日本で一番大事なお祭りがやってきます。お正月です。あけまして、おめでとうございます。よかってみたいな。じゃあみんな行ってみよう。あけまして、おめでとうございます。いえあおさん、はい、いえあおう、浮所さん、はい、いえ、皆さんこんにちはさん、はい、皆さんこんにちは、今日も頑張るね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 。昔浦島は助けた亀に連れられて竜宮城へ来てみれば、絵にも描けない美しさ、乙姫様のごちそうに、タイやヒラメの舞踊り、ただ珍しく面白く、月日の経つのも夢の中、遊びに飽きて気がついて、おいとまごいもそこそこに、帰る途中の楽しみは、土産にもらった玉手箱、帰ってみれば怖いかに、元いた家も村もなく、道に行きを人々は、顔も知らないものばかり、心細さに蓋取れば、
あけて悔しい玉手箱、中からパッと白煙、太郎はたちまちうじいせこの話知ってる？ヤシマ太郎でしょ。知ってたのか。この話はね、悲しい話だよ。犬がね、殺されちゃうんだって。誰あれ殺されちゃうんだって言ってたよ。裏の畑でポチがなく、正直じいさん掘ったれば、おばんこばんがザク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 、お金がいっぱい出てきたんだって。それを聞いてた意地悪じいさんがね、意地悪じいさんポチ借りて、裏の畑を掘ったれば、ゴミがいっぱい出てきたの。瓦や貝殻ガラ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 、そこで意地悪じいさんね、ポチをね殺しちゃったの、殺しちゃったのって。花坂じいさんです。花神花坂じいさん。ああそう、正直じいさん薄掘って、それで餅をついたれば、またぞろ小判がザク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 。それを聞いてた意地悪じさんがね、何薄から薄を餅ついてたらお金出てきただと、じゃあ俺も欲しいなって思ったのね。意地悪じいさん薄借りて、それで餅をついたれば、またぞろ貝殻ガラガラガラ。それでね、意地悪じいさんに嘘を燃やしちゃうんだ。かわいそうだね。涙が出るよ。で、正直さん、じいさんその灰でね、正直じいさん灰まけば、花は咲いた枯れ枝に、花がいっぱい咲いたのね。褒美はたくさん、オクラにいっぱい。そこで意地悪じさんね、何？灰をまいたら花が咲いた？よし、わしも真似をして金をもらってやろう。と言って、意地悪じいさん、灰まけば、殿様の目にそれが入り、とトロヤにつながりました。よかった、かっこよかったじゃん。そういう方がする人もいるんだよ。牢屋に繋がれちゃったんだって。ところで昨日この話をしたら、子供たちがそれを、牢屋に繋がったおじいちゃんを、意地悪じいさんのおばあさんがいて助けに来たって言うんだよ。で、牢屋から助けて出たって言うんだけど、この意地悪じいさんにおばあちゃんいたの？いたよ。やっぱりいたの？おばあちゃんも牢屋に繋がっちゃうの？そうだよ。どっちなの本当は？僕知らないんですけど、本当にいたの？うん。で、おばあちゃんが助けたって話は嘘でしょ？じゃあ、正直じいさんの方におばあちゃんいるの？いたの？知ってる？ぼっちじゃなくて、しおよ。え？あ、そう。僕ね、おばあちゃんがいたって話は知らなかった。そう？ぼっちさんはね、ぼっちにいるんだよね。じいさんみたいな歌い方じゃないか、それは。意地悪じいさんの歌い方はこうなのに、さん、はい。では正直じいさんの歌い方をしてください。さん、はい。今のいい。あんた正直な子だ、いい子だ。ね。